こんばんは、はるけです。今回は e スポーツワールドカップで使われている選手たちを紹介していきたいなと思います。こちらはですね、現在サウジアラビアで行われている e スポーツの祭典になります。すでに1ヶ月以上ですね行われてまして、19の人気タイトルゲームを使って大会が行われているという風なことになってます。で、ウィーク7にですね FC24 が入ってるという風なことで、先日のグループステージが開幕をしました。まあ、その中でこの大会でですね使われている選手たちを紹介していければなと思います。まあ、こちらで現環境のメタ選手たちがわかるんじゃないかなと思います。じゃあそれでは紹介をしていきます。こちらが e スポーツワールドカップで使われている選手たちになってます。スタメン11にはですね特に使われていた選手たちですね。まずはゴールキーパークルトワですね。フッティーズのクルトワ、まあ比較的クルトワとあともう一人が多かったなという風な印象ですね。まあ、結構やっぱり身長でかいので、特にクロスだったりとか、あとはコーナーとかで比較的他のキーパーよりもしっかりこうキャッチングできるという風なところを多分評価されてるんじゃないかなと思いますね。セービングっていうよりか、まあセービングはもうねみんな、強いんで、キーパーはなんで、そこのこう空中戦への対応力っていう風なところで多分クルトワは選ばれてるんじゃないかなと思いますね。で、そして右サイドバックはストーンズですね。パストゥグローリー、まあ本当にストーンズはもうほとんどの方が使っておられましたね。もうほぼ 100% っていうぐらいの使用率でした。で、まあ、やっぱりロングパスのプラスですかね、競技勢というか、やっぱりこう勝つという風なところでいくとこれはありがたいですし、また空中戦への対応という風なところで、ヘディングが強いっていうのが、かなり使われている理由かなと思います。あともちろん守備力もね、高いので、センターバック起用されているっていう方はほぼいなくって、まあ、ほぼてか全員いなくって、そうですね、ほとんどの方がサイドバック起用をされていましたね。で、2センターバックがファンダイク、そしてコナテですね。この2名が比較的多かったかなと思います。特にファンダイクなんかは、まあ、今作、思い返すとずっとですかね、まあ、世界大会等々でやっぱり2センターバックの一角を高確率で担っていたという風なことで、この大会でも、まあ、この99のファンダイクは使われてましたね。もちろん守備力とか素晴らしいし、ペースもねあるし、あとロングパスのプラスもまあやっぱりありがたいのかなと思ったりはしますね。で、あとはコナテですかね。それこそコナテはやっぱり空中戦かなの強さだと思いますね。特にコーナーとかでもちろんやっぱり弾き返すことできない場面もあるんですけれども、比較的このエアリアのパスついてるっていうのがでかいのかなと思いますね。結構ねプレイサルパス3つですけれども、使用率は高かったなというふうな印象ですね。で、そして LB 左サイドバックがパストグローリーハバーツですかね。ハバーツの使用率は結構高かったですね。本当に7割8割ぐらいの方が使っておられました。だから両サイドバックハバーツと、まあ、ストーンズっていう組み合わせが多くって、まあ、本当に LB に置けないんですけれども、まあ、なんとかスカットをいじってっていう風な感じだと思いますね。本職はねやっぱ中盤とかだと思うんですけれども、やっぱ LB 起用のハバーツ今作ね強いし、やっぱこの人も空中戦ですかね、エアリアル白だけれども一応身長もね、でかいし、ジャンプも99なんで、しっかりねハバーツで返すっていうことができてる試合も多かったですね。また上がらせるサイドバックとしてもですね、スピードもね速いし、あとテクニカルの、プラスもあって、でかつパスもね、相当上手いので、普通に、でかいけど攻撃に上がるっていう役割も担ってましたね。で、そして 2CM、 まあ 4-3-2-1 を使ってる方がほとんどだったので、まあ 3CM の2人っていう風なところで、エンドマイラーのトニークロス、そしてグレートオブザゲームアイコンフリット、この2名ですかね。まあ、クロスに関しては特にやっぱり散らす役割ですね。本当にロングパスのプラスっていう風な、ところと、あとはパスカットをインターセプトもよくしていた試合は、見受けられましたね。で、またコーナーキック
の部分でセッターのプラスついてるっていう風なことで、まあ、今作の仕様に合ってるボランチ選手かなと思いますね。結構ね、使ってる人はいましたね。でフリットですね、言わずもがな、もうほんと 100% ですね、もう全員使っていた選手だと思います。 3CM の一角に必ずこの人はいました。でまあ試合によっては、まあ試合の終盤ですかね、守りきるっていう風な時にはサイドバックに入ったりとか、ほんとユーティリティででかくて強いっていう風な選手ですね。やっぱねこの人いたら、もう威圧感が違うというか、本当にセカンドボール全部拾うし、球際で負けないし、めちゃくちゃ強い選手。改めて本当に世界の、ね、トッププレイヤーたちが使う理由っていうのはやっぱりあるなというふうには感じましたね。まあ今作本当ずっと、この人も世界大会もほんと 100% 使われている選手になりますので、めちゃくちゃいい選手ですね。でそしてまあ前線ですかね、4枚になります。パストグロリー、サッカー、そしてフッティーズ、ハーランド、そしてグレイズ・オブ・ザ・ゲームアイコン、 R9、 そして TOTT、 エンバペというふうな4名ですかね。まあ、特にサカに関しては 3CM の一角ですね。だからクロース、フリット、サカっていう、まあ、この、3枚が中盤多かったかなと思いますね。でサカはねやっぱねシュートも普通に決めるんで、この人がね2列目から上がってきた時の恐怖っていうのはすごいですね。結構サカが得点源っていうね試合もあったし、やっぱ今週のプラスでねだいぶ決めてましたね。でクロス上げる役割っていうよりかは、やっぱ中盤から上がっていってシュート決めるっていう、そういうね使い方をされてる方がほとんどでしたね。でテクニカルもありがたいんで、だから2列目からね上がってきてね、横パス受けてテクニカルで今週みたいな、もうそればっかりでしたね。やっぱかなり強い選手、ドリブルもね軽いし、あとパス出しもねいけるんで、本当に中盤の選手としても使えるアタッカー最強格かなというふうに思いますね。であとはハーランドですね。フッティーズのハーランドを使っている人が、まあ、多分全員やったかなと思いますね。この人のね得点パターンはもう全部コーナーですね。まあ、全部というか、まあ、ほとんどコーナーでした。ヘディングっていう、もうそれだけで試合を決めてしまうみたいなシーンばっかりだったんで、もうこのゲーム本当はクソゲーやなってちょっと思っちゃうぐらいですね。本当にコーナーからのハーランドのヘディングっていうのはもうトッププロでも止めれないっていう風な感じですね。なんとかコナテとかダイクで競ってるんだけれども、厳しいし、やっぱり、キーパーで取ろうとして動かすんだけれども、ちょっと厳しいっていう風な、試合が多かったんで、ちょっと見ててね若干なんかおもんなくなくなるような、瞬間もありながら、ただやっぱり勝つっていう風な、ところを考えると、この人のヘディングの力っていうのは凄まじいのかなという風には思いました。でもちろん単純に地上戦もね、できる、早くてねスキル5にもなってるし、軽さもね全然あるんで、まあ、ちょっと止めれないなという風な選手でしたね。であとはグレートボーダーゲームアイコン R9 ですかね。やっぱりこの人も使用率は 100% ですね。欠けている人はいなかったかなと思います。特にこの人の決定力、やっぱりすごいですね。もう本当今週なんかすごかったですね。もう今週打っときゃ入るやんみたいな、感じですし、あとはやっぱり臭さ、なんでか R9 の方に転がってくるみたいなシーンがね多かったんで、やっぱ守備者からすると本当かわいそうだなっていう風な感じですね。フィジカルもね強いし、ペースも速いんで、マジで持ってたらだいぶ楽だろうなという風な感じですね。でそして TOTT、 エンバペですね。だから前線は本当にバペ、 R9、 ハーランド、こればっかりでしたね。その中でバペもやっぱりね、速いし軽いし、シュートもめちゃうまいしっていう風な感じで、この人もねバン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 得点は取ってましたね。でフィジカルもね91あって強いし、マジで止めれないなっていう風な選手ですね。でパスもねまあうまいので、単純にダイレクトパスとかでコンビネーションしたりとかもできてましたね。バペで今週っていうイメージはあんまりなかったかな。やっぱり突破っていう風なところに目が、行きがちだったので、バペ突破して横パスとか、突破して横パス見せかけて普通にファーに打つとか、そういう風な感じで、まあ、本当にやれることがね多いので、相手からするとこの人も
めちゃくちゃ厄介なアタッカーの選手だと思いますね。でそしてついで使われていた選手たちを紹介していきます。まずはキーパーチェフですね。もうチェフが来るとはしかいなかったと思いますね。カシージャスとか他のシュマイケルとかはいなかったかな。自分が見た試合はいなかったと思います。本当にチェフが来るとはっていう風な感じで、この人もねやっぱ身長が高いっていうのがあるし、多分その空中戦への対応力っていう風な部分で、まあ比較的高い選手にはなりますので、まあチェフが使われていたのかなと思いますね。で、あとはですね、センターバックかな、まあダイク・ミリトンとか、あとはまあコナテ・ミリトンっていう風な方もおられましたがね、パスゴールのミリトンをおそらく使われていたと思いますね。ただまあそんなに使用率は高くなかったし、一応サイドバックにも置けるんですけれども、やっぱりサイドバックは、ストーンズの使用率がめちゃくちゃ高かったんで、ミリトンは使われていてもセンターバックでしたね。で、あとはリュディガーかな。まあ、リュディガー、ミリトンとか、あとはまあ、リュディガー、コナテとか、リュディガー、ダイクがいたかどうかちょっとわからないですけれども、まあ、リュディガーも、全然使われていた選手ですかね。3人ぐらいは使っていたと思いますね。普通やっぱインターセプトのね、プラスもありがたいし、予測こそないけれども、まあこの世界大会で使われてるってことは、やっぱり実力ね、すごく高いんじゃないかと思いますね。で、やっぱ空中戦もね、強いし、なかなか使われる理由はあるなっていう風な選手ですかね。で、あとはサリバかな。サリバ大工とか、もちろんサリバコナテとかっていう組み合わせがありましたね。サリバもまあ普通に強いですよね。やっぱりね、まあトップメタのセンターバックかなというふうには思いますし、比較的ペースもね、しっかり速くって、リアクションレーサー素晴らしいし、まあ守備能力は言わずもがなで、あと空中戦もね、やっぱ強いですね。エアリアルのプラス持ってるし、まあこの人も普通に使われていた選手にはなりますね。で、そして続いてサイドバックですかね。右サイドバックの選手としてホセルが使われてましたね。だからストーンズ抜いてる人はホセルとハバーツっていう、そういうパターンでしたね。で、もちろんストーンズ入れるんだったら左に回してとか、ストーンズホセルっていう風な感じの人もいましたね。で、ホセルに関しては、やっぱり、上がらせるサイドバックというかアタッカーなんで、やっぱりね、前に出ていった時の攻撃のクオリティというのは、まあ、少し上がるのかなと思います。でやっぱりね空中戦も強いんで、そこのところは守備者として、見てもいいのかなというふうには思いますし、サイドチェンジがちょっと短くなった時でもヘディングで勝てるっていうのはまあいいポイントかなというふうには思いますね。あとはスピードも単純に速いし、フィジカルも強くって、で守備能力もね、高いので、もう本当に今作のホセルは相当強いんだなというふうに思いますね。で、そして、あとは、フリンポンかな。フリンポン。まあ、それこそ、ストーンズフリンポンっていう。一応ね、フリンポン使われている方は、LB 起用されてましたかね。やっぱり、両サイドバックに置けるっていうのは一つね、ありがたいし、5-5にもね、なってるっていう風なことで、ストーンズからサイドチェンジで、フリンポンっていう風な、感じが多かったですかね。やっぱりね、攻撃性能は、他の選手と比べても高いなというふうには思いますね。相当ドリブルも軽いし、ペースも速いっていうふうなところで、で、パスもね、うまいし、あとクロスも上げれますんで、まあ、フリンポンから抜け出して、ハーランドへクロスっていうふうなシーンも何度か見ましたね。まあ、予測とかがあれば良かったのかなというふうに思いますけれども、守備っていうよりかは、やっぱり攻撃で違いを作っていたというふうな選手ですね。で、あとは中盤かな。中盤の選手として、デブライネですね。デブライネ。まあ、フリット抜いてるのはなかったんで、ここですかね。デブライネ。基本的には、アンカーというよりかは、3CM の、まあ、両サイドというか、どっちか、でしたね。多分ね、やっぱりロングパスのプラスですね。この人に関しては。そこのパス面を大きく評価して使っている人は多かったのかなと。で、単純に守備もね、普通にできるんで、それ、プラス、まあ、ロングパス持ってるよ。パスめっちゃうまいよっていう風な感じで採用されてる方は、普通にね、いました。結構ね、使われてましたね。で、シュートも、まあ、決めてた試合もあったかなっていうぐらい、攻撃性もね、高いので、なかなか強い選手ですね。で、そして、ビティーニャかな。ビティーニャ。それこそ、まあ、フリット、ビティーニャ、デブライネっていうパターンの人もいましたね。この人はね、
やっぱ多分ロングパスかな、この人もパス面のうまさっていう風なところを評価してっていうところと、あとはインターセプトプラスがついてるっていう風な感じですね。まあジダンとかの方がなんかいいような感じもね、加点するんですけれども、それでもビティーニャ優先して使っている人は普通におられました。普通に1人とかじゃなくって全然 2,3 人ぐらいね、使っている方はおられましたね。まあ軽くて速くてパスめちゃうまでっていう風な感じですかね。使いやすくてっていう風なところでスカートに入っている方はおられましたね。まあちょっと意外でした。ただね、結構ね活躍はしてましたね。で、そしてあとはベリンガムかな。ベリンガム、まあ多分ね TOTT じゃなくてみんな S やったと思うんですよね。自分が見た試合のベリンガムはね、プレイサルプラス3つやったんで、TOTT というよりかはこの S のベリンガムを使っている人が多かったですね。で、一応試合によってはサイドバック起用っていう風な、人もいましたし、やっぱこの人もね攻守万能という風なところ素晴らしく、やっぱねパスもね、うまいし、シーンもね、できてテクニカルのプラスもねありますので、まあ改めてスタメンで入れてる人は若干ね少なくなったのかなという風に思いますけれども、ただ本当に圧倒的メタ選手だと思いますね。で、そして続いてアタッカー、あ、また中盤か。一応プテジャスも中盤で、使われてましたね。この人もまあなかなか 2,3 人ぐらい使っていたかなというふうには感じますし、やっぱりパス面ね、この人も非常にうまくって、あとシュートもね打てるというふうなところは素晴らしいですね。特に今週で狙っているっていうふうなシーンもね、見ましたし、結構飛び道具持ってるっていうのは一つ大きいのかなと思います。またテクニカルとか、あとはインターセプト塩でついてるし、まあこういう人も普通に世界大会出てきてる選手にはなりますので、やっぱり強いんだなっていう風に感じますね。で、そして続いてアタッカーですかね、まずビニシウスですね。まあビニはそうですね、やっぱスパサブかな、スパサブでの起用が非常に多かった。本当にスタメンのアタッカーはほぼほぼみんなハーランド、R9、バペだったんで、もう本当に9割ぐらいはそれだったんで、まあその中でね、スパサブとして、まあ出てきて、5-5で軽くて速くてっていう風な選手で、やっぱちょっとアクセントをね、加えるっていう風なところの役割果たしていたんじゃないかなと思いますね。で、あとはクリスティアーノ・ロナウドかな、パス・トゥ・グローリーで、ロナウドはね、それこそちょっとこの前線3枚に食い込んでいってる人もね、いましたね。だから、誰を外したかちょっと忘れたけど、まあ、R9かな、そこ外してロナウドとか、ちょっとね、スタメン起用もちらほら見受けられましたね。で、その中でやっぱこの人もね、相当強いし、あとはやっぱり決定力の高さっていうところもちろんですけれども、まあ、若干ね、パスもね、出せるっていう風なところは、いいのかなと思いつつ、あと空中戦もね、一応ハーランドが、まあ、止められた時にロナウドでもっていう風なところもあるのかなという風に感じつつ、まあプレイサルプラス4つね、ついてて、やっぱラピッドとかもついてるんで速さもねあるという風なところで、まあ素晴らしいなという風に思いますね。で、ちょっと画面移りまして、次はベグですね。ベグ、まあベグはスパサブですかね。それこそハーランドと変えるとか、あとはね結構ねハーランドを使ってなくてベグっていう人も一人いたかな、ぐらいですかね。まあ空中戦の選手として入れてる人は多かったなという風な感じですね。で、あとはリバウドかな。リバウド、まあリバウドに関してもスタメンで使っているっていう人は一人ぐらいいたかなっていう風な感じですね。まあこういうのも普通に強いなっていう風な、選手で、まあでかくて速くてっていう風な感じで、まあフィジカルで負けないっていう強さはねありますし、あと5-5もね、素晴らしいんで、それこそテクニカルもね、ついてて、テクニカルでこうグイグイ運んでいってペナで侵入していってっていう風なシーンもね、あったんで、やっぱ強いなという風に思いますね。で、あとはネイマールかな。ネイマール、まあネイマはね、それこそスタメンでほぼ見なかったかな。この人もビニと同じような感じでスパサブとして、使われていることが多かったと思いますね。この人がスパサブってすごいねっていう、風な感じですし、やっぱ見ててもね、ドリブルはめちゃくちゃしやすそうで、かつそういうドリブルがあるから相手は警戒するんだけれども、そうなったらパスっていう
パスもうまいっていう風な選手なんで、まあ、結構アシストをね決めてる試合もね、多かったし、あと得点もねあったかなと思いますんで、めちゃくちゃ改めて強そうやなっていうのを思いますね。で、そしてあとはクライフかな。クライフ、まあ、クライフはスタメンで使われているっていう、試合もあったかな。でも、これも少数一人二人やったかなっていう風な感じで、出てきたとしてもスパサブっていう風な感じですかね。でもね、やっぱこの人もほんまに強い、マジで持ってたら楽やなっていう風な選手で、決定力もね、高いし、ドリブルも軽いし、フィジカルね弱いっていうか、数値ね高くないはずなんだけれども、なんでか貫通をしたりとか、ゴリッとねセンターバックが行っても取りきれないみたいな力がねあるんで、かなりこの人も強い、本当にメタアタッカーですね。こちらが e スポーツワールドカップで使われている選手たちになります。まあ、これまで同様にですね、概要欄にリンク貼ってますので、ぜひね見ていただければ嬉しいなと思います。少しも参考になれば嬉しいです。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャット登録高評価お願いします。それではバイバイ。